そうか。ログナー校も欠席されるとは。次第から当主が出席するのはそちらの家だけになりそうだな。ああ、因果なことにね。ログナー校も義理がたいというか、不器用でいらっしゃるというか、一年半前の内戦の謹慎を未だ続けていらっしゃるとはな。武闘派として兵も率いた身では慎重になるのも仕方あるまい。うまく立ち回りすぎているクロスベル総督のことを考えたら謙虚すぎるとは思うがな。ユーシス、ただの愚痴だ。ところでバラッドコートはどんな人物だ？噂通りの人物さ。ただ愚かで強欲ながら己の益には恐ろしく悟く、抜け目ない。どう会議を引っかき回してくれるか。世話役として今から頭が痛くてね。お前のお父上ハイアームズ校がいらっしゃるなら少しは安心できるだろう。あの方ならば滅多なことで遅れを取ったりはしないはずだ。そうか。まあ父上のバランス感覚は大したものだと思うが、しかしサザーラントに続いてクロスベルでも事件が起きている。どんな不測の事態が起こるかわからない。せいぜい君も気をつけてきたまえ。言われるまでもない。頼みにできそうな面々のあてもあることだしな。そういえば第二の演習とちょうど時期が重なるようだが、まあいい、個人的にも楽しみにさせてもらうとしよう。かつての一組のライバルの結束をね。ユーシス様、約束の方が見えられましたがどうされますか？ああ構わん、そのまま通してくれ。はい、どうぞ中へ。ありがとう。やっほー、ユーシス久しぶり。よく来たなミリアム。少し遅れたようだが。それが申請に戸惑っちゃってさ。なんでユーシスに会うのにいちいち許可取らなきゃならないんだか。お前の立場からしたら当然すぎるとは思うが。えい。だからなんで避けるのさ。いい加減に学習するがいい。お前も15歳だろ、少しは年頃の娘らしさを。母ちゃん。好きあり。しまっ。ねしし、つかまえた。こら離れるがいい。お前のその格好だといろいろと危ないだろうが。まったく、髪型変えてカッコつけすぎじゃないの。眉間のシワがこれ以上増えないよう僕が和ませてあげる。ねえ、余計なお世話だ。負けてないかな。最近町の子らが似たように振る舞ってくるが、教えたのはお前だなミリアム。うん、そうだよ。ユーシスのところに来るたびになんか仲良くなっちゃってさ。いい子たちだよねみんな。ああそうだな。作られし存在だからどうしたという話だな。まあこれ以上背が伸びないかもとため息はついていたが。ん？なんでもない。それより結局お前の方はどうするつもりだ？
こちらの予定に変更はなしだが。うんうん、いろいろあったけどそれは大丈夫。ねしし、嬉しい？僕と一緒にバカンスに行けて。ふん、確かにバカンスと言ってもいいくらいの景勝地ではあるな。開かれるのは油切った思惑が入り乱れるようなカーニバルだが。うまいね、ユーシス。はあ、でもやっぱり情報制限は食らってるんだよね。貴族関係とかギルド関係とかあくまで限定的ではあるんだけど。気にするな。というか情報局としても当然の処置だろう。鉄血の子供であるお前はむしろ配慮されてる方なんじゃないか。それでもレクターくらい権限があれば7組のみんなをもうちょっと助けてあげられるんだけどな。リーンとかアリサとかマキアスなんかも厳しそうだし、フィーとサラは自分たちでなんとかしちゃいそうな気がするけど。だから気にするな。お前が7組の一員であり続ける方が何倍も価値があるだろう。うん。もう一回抱きついてもいい？却下だ。あれ、この音。まあ、七組関連だ。何かあったのか。これって。まさか。久しぶりだな、ユーシス。うん。なんだ、ミリアムもいるのか。ガイウス？竜も連中も悪くない。うちとやり合っても結構いい勝負をするんじゃないかな。帝国の内戦以降どちらも修羅場でしたからな。竜は頭が変わり彼らの方といえばどちらも譲れない戦いってわけだ。こっちとしても早くやり合いたいんだけどね。なんだ、気づいてたのかよ。おいおい、戦撃の見ての通り丸腰だぜ。警戒すんのはこっちじゃねえか。失礼だが、あなたに見せる隙はない。バルデル様と相打ちになったほど強者たるあなたには。ったく、何度か一緒に飲んだこともあるってのによ。緊張しないで飲めるのはうちのパパくらいじゃないの。それにしても、つくづく不思議だよね。おじさんと相打ちになったのはこの目でちゃんと見たのに、やっぱりあの紫の影みたいなかっこいいのが関係してるわけ？どうだかな。それより
こんな場所でやり合おうとか言わないでくれよ。お前さんたち相手じゃさすがに勝ち目はゼロだからな。やっぱ食えないおじさんだね。分かってるって。今回はお互い様子見ってことは。本命とケリをつけたらシャーリーたちの相手もしてよね。それじゃあごゆっくり。失礼する、両兵を。怖い怖い。若くて持ってるやつにはおじさんじゃかなわんよ。なあ、そう思わねえか。独り言だ、構えるな。大佐、お前さんの親父には若い頃に世話になったこともある。こいつの銘柄も教えてくれたしな。まあ、フィーの件についてはいずれ礼をさせてもらうつもりだ。俺たちを追い回すのもいいが、せいぜい若いのを支えてやるんだな。まあ、お前さんも十分若いだろうが。参ったわね。3年前と同じじゃない。大佐か、久しぶりにその名を聞いたわね。血染めのシャーリー。赤の戦記だったか。あの子にもほとんど気づかれてたし、ちょっとブランクを感じるわね。最近じゃフィーもめきめき実力をつけてるし、荒さを実感するというか。私はまだ27、もう少しで28だけど。焦ったなんてないんだからね。それはともかく、最強の両兵団2つに竜たち、そして紫の一団、正念場になりそうね。私にとってもあの子たちにとっても。それにしても子爵閣下とは全然タイプが違うけど、あれはあれでかっこいいおじさまね。では早いですわね。見入ってますわね。私も初めて見た時は驚きましたけど。ああ、ノルドって場所にも似たようなもんがあるらしいな。ええ、同じくらいの大きさですわね。形は違いましたけど。って何か気になるんですの？いや、力は一切感じねえ。ただの抜け殻だろ。中身がどうなったかは気になるが。中身？遅くなった。いい子にしていた。遅いですわよ、二人とも。すまぬ。ほう、ゴーエン殿も一緒か。あら、ひょっとして色っぽい話でもしていたの？冗談じゃありませんわ。誰がこんな面倒くさがりでいい加減な人と。
この主大好きっ子が男なんかになびくわけねえだろ。ああ、肺の構造あたりなら意外とタイプだったりすんのか。ほう、あら、まあ、ありえませんから。それに主大好きっ子とは何ですか。そもそもマクバーン、あなたには使徒の方々への敬意がそれなら僕も大概だけどね。あなたですか。久しいな、道化師殿それこそクロスベルの一件以来かしらそうだね、お互い大陸各地に行ってたし。これでシャーリンを除いたら西部の関係者は全員集合かな。ああ、戦記の娘は戦況を確かめてるんだったか。ええ、若干心配ですが段取りを詰めておきましょう。麗しくも気高いあの方が来られる前に。その必要はありません。あ、おこんなに早くいらっしゃるなんて。マスター、ようこそおいでくださいました。ああ、こんなに早く会えるなんてもう数日後になるかと伺いましたが、使徒の方々の間で何か変更でもございましたか。ええ、破壊殿とマリアベル嬢が報告方面を引き受けてくれました。それと博士が予定より早く最後の新規を完成させたので博士も頑張ったじゃないあっさり倒されたのがどうせ面白くなかったんだろ。久しぶりですね、カンパネルラにマクバーン。直接会うのは1年ぶりですかそうなるかな。しかし相変わらず暑苦しそうなかぶりもんだぜ。いい風も吹いてるんだし、せっかくだから取っちゃどうだ。マクバーン、マスターに無礼でしょう別に彼は私の部下ではありませんよ。しかしせっかくですから久々に手合わせしてみますか。あなたがこの面を剥ぎ取れたら私も夜風を味わえるというものです。ま、やめとくぜ。別に負ける気はしねえが勝ちきれる気もしねえ。あんたとの勝負はずっとそんな感じだったからな。え？そうでしたね。私が教えた剣の作法、もう少し身につけていれば違ったかもしれませんが。ダーリーンだって、あいつと一緒にすんな。お二人の関係は一体。それでは段取りを詰めましょう。減塩計画を取り戻すための第三の実験、闘争の果てに力が器に宿りしか否かを。
では私から。ミュゼイーグレット、死刑科から7組へ移籍しました。今後ともよろしくお願いしますね。アッシュカーバイド、戦術科からの移籍だ。別に慣れ合うつもりはねえが、よろしくしたいなら考えてやるよ。Thank you.
起立礼。Thank you.
お薬ですね。いつでも来てくださいね。何でもいいや。また来いや。